デリラは数年間をここで過ごし、強さを身につけ、人々の敵意をこちらに向けさせた。なぜ気づけなかった？その間、私は何をしていた？宮廷で話を聞くふりをして、忠実な軍を統治したつもりになり、ダンウォールタワーから次に自由になれるチャンスを待っていた。今は自由だけど、できるなら戻りたい。アラミス・スティルトンはかつて公爵の仲間だった。カルナカの炭鉱の所有者であり、サジン地区の中心にある要塞化された地下壕に住んでいた。デリラが行動を始めた頃から彼は何年も姿を見せることはなかった。でもスティルトンの生死に関わらず、デリラの不死の鍵は彼の家にあるはずだ。ミーガンは町にいる。だがわしが説明しよう。デリラが不死身である理由を知りたいの。3年前、アラミス・スティルトンの屋敷で奇妙なことが起こり、彼が姿を消したことは知ってる。スティルトンは地下壕に住んでいた。安全確保のために陣土師特製の鍵をかけてな。中に入ればデリラを止める手がかりがあるかもしれん。そこへ行くには公爵が作った廃墟を通る必要があるわ。お父様はそこで育った。ミーガンが面白い計画を思いついた。パオラはハウラーのリーダーで、バーン副監督官の死を望んでいる。もちろん逆もしかりだ。どちらの組織に見つかっても攻撃されるだけだが、宿敵の死体と一緒であれば、彼らはお前を家族のように迎え入れてくれるだろう。彼らが屋敷に入る手伝いをしてくれると。うまくいく、間違いない。この場所やあの連中を見ていると、自分の考えが変わっていくのがわかる。これから私はどうなるの？準備はいいか？できたわ。できるだけ近くに連れて行く。アラミス・スティルトンについて教えてほしい。前公爵の仲間だ。忠実で賢い。今のカルナカがあるのはスティルトンと銀鉱山の協力があったからだ。鉱山労働者から始まり、産業界の第一人者に上り詰めた。だが新公爵が鉱山を仕切るようになり、労働者たちは昼夜を問わず働かされている。この地には常に砂ぼこりが降り続けるようになった。かつては流星を極めたここも、今や廃墟に等しい。公爵は気にしていないらしい。銀の器で酒が飲めれば満足なようね。ダンウォールタワーにある器は何でできているんだ？それはともかくとして、スティルトンの屋敷に行くにはサジン地区を通らなければならない。彼はまだそこにいるはずだ。死んでいるかもしれないが。地区に着いたらビーガンを探せ。誰もサジン地区をパトロールしないのは変だな。週間分の給料をかけて公爵ぶっ飛ばしている。待って、聞こえたか？をしながら情報を集めてる。監督官とハウラーのせいでこの地区は分断されてしまった。この少し先にあるのが中立地帯。そこならあなたも安全だ。そしてその先にハウラーと監督官が引いた境界線がある。そこを越えれば見つかり次第攻撃される。目的はアラミス・スティルトンだ。いい考えがあるとソコロフが言っていた。
その通り。パオロかバーンを片付ければ残った方が手助けしてくれるはず。そうすればきっとスティルトンの屋敷にも入れる。どちらかを無力化して敵対勢力のもとに連れていくんだ。他に有益な情報は？バーンは監督官に守られている。パオロにはハウラーがいる。だが彼は黒魔法のチャームのようなものも持っているようだ。太陽が沈む前に二度殺されない限り死なないって話だ。幸運を祈ってる。分かった。また今度頼む。どうかしら。行きましょう。よし、アラミス・スティルトンを探すわ。